んも動画を見ていただきありがとうございます。私の早起きルーティンチャンネルです。今回お話ししたいテーマは勉強中の栄養補給についてです。長く勉強しているとお腹も空いてきます。お菓子を食べて空腹を満たすのもいいですが、つい食べ過ぎてご飯が入れなくなってしまったり、カロリーの取りすぎで太ったり、栄養バランスが崩れて肌荒れしたりと、女子としてはいろいろ困ることもあります。ということで今回は勉強中の栄養補給、ヘルシー&手軽に食べられて脳の働きをサポートする食材レポートという内容で、テレビやネットで調べた内容を参考にすぐに役立つ情報を紹介していこうと思います。勉強中の栄養補給にキウイ編。キウイはビタミン C をたくさん含んでいて、免疫機能の向上やストレスへの対抗力強化に役立ちます。ビタミン C は抗酸化作用もあり、脳の働きや認知機能の向上に寄与します。キウイには食物繊維が豊富に含まれており、腸の健康を維持し、満腹感を持続させるのに役立ちます。これは、長時間の勉強中にエネルギーレベルを安定させるのに役立ちます。キウイは比較的低カロリーで低脂肪の果物であり、ダイエットに適しています。勉強中の栄養補給で太ってしまうってことも避けられます。明日も見てね。チャンネル登録&高評価お願いします。